ピエール・マリー・アレクシス・ミラルデの像、ピエール・マリー・アレクシス・ミラルデは、フランスの植物学者、菌類学者である、植物病理学の分野に貢献した。モンミレイ・コール・ラビルで生まれた、ハイデルベルク大学、フライベルクで学んで、シュトラスブール大学、ナンシー大学、ボルドー大学の植物学の教授を務めた。主な業績は、植物の貿易の分野で、八百六十年代に、 アメリカ合衆国からヨーロッパに侵入した寄生虫フィロキセラによってヨーロッパのブドウが壊滅的な被害を受けた時にモンペリア大学のプランションと共にフィロキセラに耐性のあるアメリカのブドウ品種を第二として継ぎ木する方法で流行を収束させた。プラスモパラビシコラによるブドウのベト病の防止のために小石灰、硫酸銅と自らなる殺菌剤、 ボルドー液の殺菌効果を発見したことでも知られている。ミラルデッドは植物の学名で命名者を示す場合にピエール・マリー・アレクシス・ミラルデを示すのに使われる。ありがとうございます。